雑談って一生できるじゃん。まあ、そうか。あ、そうやな。あんまり同意が得られなかったみたいで。ちょっとだけしょんぼり。いや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 。できるできる。雑談苦手。いや、わかんない。イメージない。イメージない。雑談、一人で喋る分には全然喋るけど。人と喋る時に。こう、パスが出せないというか、パス。ど、なんていうんだろう。どこまで聞いていいんだろう。であんまりなんかなかなか。 深掘りしたら嫌なインタビュアーになっちゃうんじゃないかなってことそう人によってライン違うやん何かそれ聞かれたくないみたいな確かに確かになんかずっと最強の相づち打ってるイメージあるよいしょよいしょみたいなそうそうみたいなえあそうなのえ。えって大体乗り切ってるやばいそれでホイホイされてたってこといやいやいやか級生はね割ともうしゃべってるじゃん うん、だから大体は大丈夫なんだけど、うん、本当に距離感遠い人分かんない時とかかへえうなる嘘。最初の時はそうだったのねきっと全然覚えてないけどもけそうじゃない <laughs> 分かんないけど何も覚えてないけども <laughs> 最初の方なんてだってもうさう私がデビューしてすぐに企画誘ってくれてたのってリュージェンばっかりだったからさやべなもう覚えてないっ、ね、てそうだから先輩に呼ばれて <laughs> 断れないよ、ね、いやいやもう断れないいやもう嬉しかったんだよ本当に誘ってもらって、うん、でも何喋っていいかわかんないし先輩だしなんか「あはいあっへへすいませんへへみたいな感じだったと思う<え>多分最初。